いや、もう何も喋らないじゃん、そのまま。これ以上の表現ができないんですけど、2号店オープンのために募集っていうの店長と。ここはだから半年なり、最短でも半年ですね。人を信用するのにまた半年。それで最短で1年自分のお店持ってたら。もう一緒にもう実践が研修みたいなもんで。もうお客さんのオーダーを受けて、でそのまま、なんすか、実際お客様に出すっていうのを全部に編集。人気は、まあ純系和歌親鳥雛鳥、はい、で、まあ味付け的にはお味噌とお酒で一晩漬けたお肉を炭火で炙る。でもう一つがオーブン焼きニンニクスパイスのお味。じゃあお店作ろうという話に出て、もう半年後にじゃあ入ってから1年後ぐらいに、じゃあその間にお店の構成とかいろいろ作らなくちゃいけないので、そういう場所でどういうデザインで。